スーパーフライ級花岡龍 VS 翼。この試合はスーパーフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドライズワールドシリーズ2022第3試合スーパーフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドが設けられています。翼対花岡龍の一戦。この放送の解説です。第4代ライズバンタム級王者宮城大輝さん、そして第2代ウェルター級王者現ミドル級4位ブラックパンサーレイノア選手、スーパーライト級王者山田康生選手です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあレイノア選手、花岡選手がまたリングにということになりました。ついに来ましたね解説、とんでもないメンバー相手にとんでもない試合ここまでやってますから、はい、今日も本当にどんな内容の試合を見せてくれるんだろうっていうのはありますよね。宮城さんはいかがでしょうか。そうですね、もうコンスタントに試合してますよね花岡選手は、はい、ライズ初参戦から2ヶ月ずつ、そうですね、9月、8月、10月って、はい、すごいですよね、体が強い証拠なんで、やっぱ強い選手は怪我もしないですし、体が強いですよね。すごいスピードで駆け上がってきました。そして山田康生選手、どうぞよろしくお願いします。お願いします。いや現役チャンピオンから見てこの花岡龍、はい、どのように映ってますか。いやめちゃくちゃ強いですね。なるほど、はい、おっと花岡は普段はオーソドックスなんですが今日はサウスポースタイル、翼に合わせてくる形になっています。画面右側レッドトランクスが花岡龍、そして左側黒のトランクスが翼です。そして再びオーソドックスに戻してきました花岡。バックスピンキックを見せていったのは翼です。あもう切れましたね。あ翼の右目が切れてます。レジ切れました、ね、はい、右目の 翼の右目の眉の下あたりもうすでにカットしています。はい、ナイス。宮城さんパンチですか、キック。いやちょっと見えなかったですね。一瞬の出来事でしたよね。すで、はい、にカットしています。ただ追い詰めます。ここまで選手プレッシャーいいですよ。ライズ参戦後は全て KO 決着という翼。ボディー、今のは花岡のボディー、いいのが入りました。あのボディーの後の膝もちょうど入ってきたタイミングでやってましたね。なるほど、ボディーだけで終わらせないというところですか。しっかりと膝も入ってきます花岡。ただそれでも翼選手前に出てくるんで、いいですよね。いいですね翼選手、体強いですね、はい、膝とか前蹴りとかもらってはいるんですけど、それでも前出てくるんで、あれだけ前出られて嫌なんですけど、カットのとこですかね。ストップがかけられました、今ここでようやく見えますね、右の目の上あたり。あパックリといっています。どのあたりでしょうか。近い、あバッティングですね。そうですか、バッティングでしたか。パンチでということではなく頭が当たってという。いやちょっと場所がちょっと悪いです ね、 ですね、結構深いですね、すぐ上とこの、まあ、山田選手こういったのはねもうアクシデントで仕方ないところではあるんですが。そうですね、はい、もう選手はやりたい一心やと思うんで、うん、はい、おりますね。あ積極果敢に前に出てきます翼。対するは花岡、最初はサウスポースタイルで構えていました花岡ですが普段のオーソドックスに戻しています。おでもちょっとお互いやっぱ焦りますよねこれ。そうですね、アクシデントだとこのままあれですもんね。ナイス、はい、使うんですよ、いいですよ。翼笑っているか。翼の先ほど左が花岡を捉えた。おーおーおー、連打だ。おーおー、まだ左翼が追っていく。ベイノーさん、あれ聞いてますか。ちょっと聞いたんじゃないですかね。翼ここで一気に前に出るか。第1ラウンドは30秒。翼選手この勢いで行きたいですね。ナイス、いざ体翼選手の方が強いですね。はい、翼前に前に出ます。ハイキックで返していく。さあ第1ラウンドも残り10秒切ります。
ラスト10秒。ボディからの打ち分け、この辺りは技術がある花岡。ジャブ突っ込んできた。ちょっと面白い展開になりましたね。ワクワクしてくるような第1ラウンド、宮城さん、はい、じゃあ宮城さんから聞いていきましょう。そうですね、はい、まあ、翼選手が被弾覚悟で花岡選手の攻撃に合わせて自分の攻撃やってるんで、それがすごくいい感じでハマってるなっていうのが印象的でしたね。はい、山田光成選手いかがでしょうか。いや、右を刺して右しっかり伸ばしながら左で、はい、パンチ打っていくんで、スタイルがハマってるような感じしますね。いわゆる右のジャブがしっかりと伸びてるわけですね。で、追い込んでからのこの左ストレート、そうですね、これでいいと思います、ね、なるほど、はい、江上さんはいかがでしょうか。いや、体強いからこれができるっすよね。なるほど、はい、もうゴリゴリ前出て、で、膝出してきたところにパンチ伸びて逆に合ってきてるんで、翼選手のパンチが、はい、ちょっとどうしかというとペーサー翼選手なのかな、後半はって感じでしたね。スーパーフライ級12位の翼、現在スーパーフライ級2位の花岡龍、一気にここでランキングアップとなるか翼。ただこのタイミングよくストレートとか膝蹴りをつけるんで、はい、花岡選手も。さあ、ただ打ち合いになると翼か。この距離いいですよ、翼選手。翼が追い込んでいく。コーナーに追い詰める。惜しい。左伸ばす。いや、今のギリギリでかわすのうまいですね、花岡選手。やはり技術というところは持ち合わせています。アマチュア28冠の花岡龍。もう出てきましたね。いいですね、右のジャブいいですね。ここでだいぶ花岡のパンチキックが、おい、いや、前に出るスタイル。いや、山田選手、これもう構わずどんどん出てきますね。そうですね、いや、いいと思いますね。これでいいんですね。どんどん行ってほしいです。目はカットしているので血が落ちてくるんですが、なりふり構わず翼は前に出ます。いい感じに邪魔してないですね、血が。確かに、確かにいい感じ。あれ目かぶってくるとそうですね。そうですね、やりづらくなっちゃいますけど、滝が流れるごとく目の中に入らずという感じになってますね。花岡選手前出てきたんですね。やっぱりロープ背負わない方がいいと思うんで、はい、スウェーディー起きようとしてもパッチ伸びてきて当たっちゃうんで、一旦ここでタイムストップがかけられました。翼の出血がかなりありますので、一旦ここでストップ。まあ、ただ先ほど話しあったように、このようにこう目の中に入るようなそんな血ではないという状況。ただかなり深くいってますからね。そうですね、もうちょい上だったら多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと目に近いんで、まぶたのところなんで、はい、次出たらだ、ちょっと危険かもしれないです。なるほど、まだね、そこまで深くないんです。まあ、その中でも翼はなりふり構わず出るというスタイルを貫いています。山田選手、ここまでいかがでしょうか。いや、そうですね、まあ、この目の傷があるんで、やっぱりちょっと焦ってしまうと思うんですけど、はい、まあ、しっかり前に前に詰めていきながら翼選手を戦っていきたいですね。花岡選手の今なんかこううまさがちょっと消えているような感じするんで、翼選手はこの感じでいきたいなっていうのはあると思いますね。再開します。つまり弁護さん、こう良さを消している間に一気に行かなければいけないわけですか。そうですね、もう迷わずこれを続けた方がいいと思いますよね、翼選手。いいですね、出ますよ、打ち合い上等。翼が前に出る。花岡もだいぶダメージは上がっているかどうか。花岡選手は今の前蹴りとかで結構距離取れるんですけど、はい、今日距離取れてないんで、足を使った方が花岡選手は自分の良さが出ると思うんですけど、今日それが消されちゃってますね。ロープに追い込まれるか。花岡を返す。花岡膝、花岡にはこの膝があります。やはりサーブ切れていますので、一旦ドクターチェックです。目に入るぞ。うわー、結構出てます。ちょっと厳しいかもしれないですね。本当か、
かなり血の勢いが止まらないでしょうか。第1ラウンドにごめんよ、うん、ごめんよ花岡の止めるよ。これアクシデントどうなるんですかね。ですからね、まだ第2ラウンドの途中ということになりますので今確認中です。バッティングですからね、はい、だいぶ序盤で競技を行っております。少々お待ちください。現在競技中です。だいぶ序盤でバッティングしたんでね、はい、まあ、それでちょっとああいうあの試合の展開になったのもあるかなっていうのはありますけど、1ラウンドの初めでした。花岡のこの試合の扱いに関しまして、ただいまよりコミッションの方で協議を行います。少々お時間をいただきます。お待ちください。現在協議中です。どちらにしても試合はもうすでに終了ということになりました。やっぱり翼選手は2ラウンド目に何かを起こすんですね。いやそうですね、ここまでライズ参戦後は3戦すべて勝ち負け含めて2ラウンドで終えてますので、ちょっと3ラウンドは行きたくない、そんななんか空気感があるんでしょうかね。大賀不可能とドクターの方で判断されました、はい、この試合の取り扱いについてコミッションの方から説明を申し上げます。今説明がなされます。出血の原因が偶然のバッティングによるもので、止まりましたので、ここまでの採点で判定をしたいと思います。なるほど、ここまでの採点での判定決着とということで、2ラウンドの途中で、時計が止まっておりますが、この時点までの判定ということで、ジャッジペーパーをただいまより集計いたします。少々お待ちください。ライズではここまで翼は2勝1敗、まあ、先ほどもお伝えしたように勝っても負けても2ラウンド KO 決着。さあここで判定決着、勝利となるか。対する花岡龍はここまでライズに参戦後一気にスーパーフライ級2位までランキングを上げてきました。高台そして満所陣と倒してのこの一戦、さらに上に行くためには勝利が必要です。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジアキア20対19、青翼、まずは翼立票。ジャッジ豊永20対19、青翼、ジャッジ小川20対19、青翼。以上3対0の判定をもちまして勝者翼。なんとなんと怪物花岡龍を倒したのは翼でした。3対0の判定勝ち。偶然のバッティング2ラウンドで決着ということになりましたが、攻めに攻めた翼が見事判定勝利を収めました。ベイマさんいかがですか。いやそうですね、まあね、バッティングしょうがないんですけど、3ラウンドまでちゃんとしたので見たかったっていうのもありますけど、まあ、ちょっと翼選手あっぱれだなと思いますよね、はい、これは本当に前にゴリゴリ出て掴み取った勝利なので素晴らしいと思います。いや、だいぶ足も効いてたようですね。そうです、まあ、でもこれまたもしかしたらあれが自爆かもしれないですね。あ、そうですか、はい、だから蹴れなかったんですね多分。翼のこの戦いぶりはいかがでしたか。いや、素晴らしかったんじゃないですか。作戦勝ちというか、うまさというよりかは結構まあプレスしてっていう感じだったんで、自分を犠牲にして取り取った勝利だと思いますね。山田選手も一言お願いします。はい、いやもう本当ベイクのようにあっぱれですね、本当に下克上をかましたなっていう、はいはい、すごく感じますね、はい、スーパーフライ級12位の翼がスーパーフライ級2位の花岡龍を判定で下しました。現在アベマ格闘タイムの公式ツイッターで注目の3カードの勝敗予想アンケートが実施されています。第9試合のチャンピオンリー対中村寛、第10試合の白鳥大使対ヤーマン、そしてメインイベント大崎和樹対風音、こちらの3試合です。午後4時まで投票可能です。皆さんも予想してぜひ投票に参加してみてください。